では今から、鬼ガールのリモート会見の方を始めさせていただきます。本日、皆様、鬼ガール公開1ヶ月前記念、リモート会見にご参加いただき、誠にありがとうございます。早速ありがとうございます。本日お集まりいただいた鬼ガールの鬼フレッシュな出演者の皆さんに、お一人ずつ簡単なご挨拶を伺っていきたいと思います。はい、では井頭さんお願いします。はい、鬼の末裔の、女子高生を演じました、鬼ヶ原桃佳役の井頭真奈美です。よろしくお願いします。続いて板垣さんお願いします。はい、そんな桃佳の幼馴染役青月蓮を演じました板垣瑞希です。よろしくお願いします。はい、上村さんお願いします。はい、みんなが通う高校の先輩、とってもイケメンなフレッシュに言ってるちゃんと三崎先輩を演じました上村海星です。よろしくお願いします。はい、では桜田さんお願いします。はい、桃佳をライバル視する松丸ティアラを演じました桜田日和です。よろしくお願いします。はい、では吉田さんお願いします。桃佳の親友役の宇佐美ゆき役をやらせていただきました吉田瑞希です。よろしくお願いします。はい、では最後に園様お願いします。はい、桃佳の通う高校の映画部の、映画オタクの反町時計役を演じさせていただきました園俊太です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、映画鬼ガールは大阪の奥川町を舞台に鬼である主人公の桃佳と、同じ学校の仲間たちが映画作りに励む日々を恋に友情に笑いに涙に青春鬼盛りで描いた本作です。オール奥川地ロケということで約1ヶ月半かけて撮影をされたということですが、現場はどんな雰囲気だったでしょうか。井頭さんお願いします。はい、ごめんなさい失礼いたしました。そうですね、答えさせていただきます。でも本当にみんな同年代っていうか年齢も本当近くて、で泊まってる場所とかもみんな一緒やったんで、なんか合宿気分みたいな感じで、はい、撮影は楽しかったです。はい、ありがとうございます。桜田さんは、撮影いかがでしたでしょうか。そうですね、まあみんなで大阪に行ったので楽しかったですし、うん、あとは何だろう、ホテルのロビーでたこ焼きを作ったりとかしたりして、なんかそれこそ本当青春みたいなことできたんじゃないかなって思いますね。ありがとうございます。そんな撮影エピソードもあったということで、吉田さんは、今回 の、 その作品の撮影で大変だったなと思ったことはありましたか。そうですね、今回初めて関西弁をやったっていうのもあるんですけど、あと和太鼓を今回初めてやっていて、やっぱ普段使う筋肉とは違う筋肉を使ったりとか、豆ができちゃったりとか、結構和太鼓の練習は大変でした。ちょっとそのでは和太鼓のシーンぜひね皆さんに見ていただきたいですね。はい、ぜひ見ていただきたいです。はい、ありがとうございます。で本作は、その皆さん言っていただいた青春の要素ももちろんなんですけど、主人公の桃佳が、憧れの先輩美咲先輩、上村さん演じる美咲先輩や、幼馴染の蓮とその恋の行方も気になるようなストーリー展開になっておりますが、はい、なんかどのタイミング喋ってるのかちょっとあんま分かってなくて、こういう感じ。板垣さんは演じられたこの蓮の役はどんなキャラクターだと思われますか。いいやつだなと、本当に心が温かくて、でもこうなんていうんですか、なんかこう周りに対するこう愛情表現とかがなんかあんまり得意じゃないというか、そういう、こう言葉とか明るさでこう伝えられない男の子なんで、なんかね、僕とはまたちょっと違った感じのキャラだなとは思いました。はい、ありがとうございます。はい、ではなんで笑い起こるの。俺なんかすごい下ネタ言ったとかじゃない。うん、大丈夫見ないで。では上村さんは自身が演じられたそのキャラクターについてどう思われますか。はい、そうですね、僕が演じた神宮寺美咲君は浮世離れしたイケメンなんですけど、
ちょっとね、あの普段の生活、自分の生活、その自分とはかけ離れてるんで、うん、ちょっとそこが大変です。そうなの？あ、言ってなかったっけ？言ってはないな、別に。まあ、見えてる分にはまあすごい浮世離れしてイケメンに見えるかもしれないけれども、やっぱりほら、素の自分はもっとおしとやかな感じだから。おしとやかな。そういうことのすり合わせが結構苦労しましたね。実際のご自分とはちょっと違ったところがあったということで、はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ですね、実はちょっと今回学校が会場で皆様、劇中の制服を、着られているということで、こんな企画をご用意させていただきました。お題して鬼キュン告白チャレンジです。はい、じゃあご説明させていただきます。企画として説明するから、これから。はい、ここは誰もいない放課後の教室です。めっちゃいますよ。ちょっと設定、設定、ね。はい、で、男性陣の参加には、まあ、この女性陣の参加とあっと言わせるような鬼キュン告白をこの誰もいない学校のシチュエーションで再現していただければなと。うん、はい、思います。はい、では早速で女性陣の皆様には、それぞれキュンとした告白には、今スタッフが渡せてお持ちの鬼キュン札を、あげていただきます。あのキュンとした告白に対しては、札をあげていただいて、うーんっていう告白に関しては札を挙げずにということで判定をお願いできればと思います。シビアやな。シビアね。向けよう離れしたイケメンにはやっぱ勝てないっすよ。それはだってもう楽しみにしてます。プレッシャーが上がっております。はい、腹立つ顔するわこの人は。ではちょっとでは早速参りたいと思いますが、はい、せっかくなので、本作で学校一のモテを見られた神いいんすか、大本命からっていいんすか。あ、どうされます、板垣さんから。本当ですか。いったんじゃあ上村さんからね。はい、はい、こっちもカメラがいいですか。そうですね、カメラに向かってちょっとニキュン告白をこれ、ね、アップしてもらったりできないの？ずったりとかできないの？もうスイッチ入ってますね。すごいな。はい、では早速を。いつもこんな感じだから、ね、スイッチわかんないの、はい、いいよ、静かにしてみんな。小道具みたいにすんのやめて。違うから、使えるものは使わないと。はい、では上村様、鬼キュン告白をお願いします。いつでも僕だけを見てていいんだよ。はい、ふざけた。おっと、これは女性陣の皆様もうふざけてるよね、こうやってね。わかる、刺さる人には刺さるかもしれない。最後の笑顔とかすごい素敵だったから、ね、これ実お女性の桜田さん、ちなみにこちらの告白ですか？一緒にいるってことですか？聞いてくださいよ。一人一人あるのね。まあ上げたからでいいんじゃないですか。いかがだったかなっていうのを、いや、もういいと思います。いいと思います。ちょっとでは、そうですね、あのせっかくなので、もう今お三方に、女性陣お三方に判定をお願いできればと思います。はい、はい、ではで、ね、せーので札を上げましょうかね。はい、せーの。あれ上げていいんだよ、気づいてる。気づいてないかもしれないよね。全然上げていいらしいよ。もう上げていいって。そうなんだね。いや、よかったよかった、うん、すごいよかった、うん、すごいよかった。やば、あれでパチパチしてる。やばいやばい、鬼キュンじゃ収まらないってことですね。鬼キュンじゃ収まらなかったね。いいですよ、ほら、2人ともやんな、早く。これ辛いぞ。お、では、まあ、こういった本当のやつ、長らくやってないのよ。本当に長らくやってないのよ。だから、ここで、いや、マジで、俺、やばいな、これやばいね。では、はい、続いて、よろしいでしょうか。はい、では続いては、その3、
はい、鬼キュン告白をお願いします。アップだよ、はい、すごいアップだね。ちょ、教室入ってくるとこからやっていいですか。あ、もちろん。いいね。入った直後にこれも使うか。なんだその俺のネタが入ってくる。ちょっと小道具を使用した告白を。あ、じゃあアイブが OK であれば大丈夫ですかね。はい、あ、はい、OK です。これあの、めっちゃ好きって言ってた揚げパン買ってきたから食べて。ちょっとその裏見てくね、裏ラベル好き。うわー素晴らしい。すごい、頑張った頑張った。優しい。これは揚げパンの。え、本当にアイドル。一応やらせてもらって、一応、はい、一応やってんだよね。こちらの告白、吉田さんいかがでしたでしょうか。そうですね、あの後ろ通ってた方に私は胸キュンしちゃって、ちょっとそっち見ちゃって、そっち見ちゃいました。すみません、ごめんなさい。後ろ通ってたさんではなく、そうですね、ちょっとそっちの方にキュンとしちゃったかもしれない。スタッフさんに、そう、スタッフさんにキュンしちゃって、やっぱクールな顔して通られたんで、そう、ちょっとキュンとしちゃいました。キュンと通られた方、このさんではなく、なんでもあるじゃん。このフィールドにいる人全員が鬼キュン。そうかもね。すごいよね。はい。ありがとうございました。では、あ、そうだ、では、審査飛ばされちゃった。そうですね。あ、いや、ここで、はい。感じで。お三方にね、はい、ですね。鬼キュンを判定をお願いします。では、こちらもせーのであげましょうかね。はい。せーの。え、おお、超マジ、すごい、やった、揚げパンありよ。皆さん、いや、あの、私後ろの人にキュンってした。違うのよ、だから後ろの人は違うのよ。ちょっと後ろの企画外の人なのよ。クールな方に、すごい後ろの人が何役の何さん。何役だったの。何役の何さん。通行に通行に、まだ運もあるのでね、運も味方につけたということで。でも一生懸命さがすごい伝わってて、 その可愛らしさみたいなのにちょっとキュンってしました。江頭さんからじゃあ真の鬼キュンをいただきました。ありがとうございます。はい、その3、3ポイント獲得ということで、おめでとうございます。はい、その3なの。その3なの。その3なの。そんなアイドル。最後板垣さん、はい、じゃあそうです ね、ここ最後は板垣さんに、誰もいない放課後シチュエーションで鬼キュン告白をお願いします。わかりました。はい、どうぞ。もういつでもって、いつでも。あ、じゃあ私言いますね。はい、じゃあ板垣さん、鬼キュン告白をお願いします。あのさ、ちょっと待ってよ、ちょっと伝えたいことあるんだけどさ、ちょっと言葉じゃ恥ずかしいから、ちょっと書くわ。です。おお、そうです。素晴らしい。ですが、東田さん、こちらの告白いかがでしたでしょうか。なんかまさかそういう感じで来ると思わなかったね。この黒板使うのずるいですね。めっちゃいいと思います。なるほど。ちょっとじゃあもしかしてキュンの札が。上がるかもしれないですね。お、では板垣さんの判定の方を行きましょうかね。じゃあ皆さん、鬼キュンした方は、鬼キュン札を上げてください。じゃあ、せーのでお願いします。せーの。おお。こんなされたらね。すごい。どこら辺？求めてくる。これやっぱ句点だよね、やっぱね。句点がいいよね。そうですね。句点。文字にキュンとしたかも。文字に。だからそのなんか事務所からなんか言われてなんか言っちゃダメみたいな。やっぱちょっと文字にキュンとした。文字にキュンとした。それはまあ普通に嬉しいけどね。一部だし文字。書けてよかったよ。書いてもあのキャラはダメなんだ。違うのに。
はい、ありがとうございました。では男性チームの皆さんも本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。で最終的に、まあ、一番鬼キュンポイントが高かったっていうところで判定をできればと思ったんですけど、園さんと板垣さんが同票の3鬼キュン返せるのでは、お二人は鬼モテボーイの、あ、すみません、鬼モテボーイの称号を認定です。おめでとうございます。鬼モテボーイ、プロフィール欄とかに書こう。特技鬼モテで、特技いいかもしれない。はい、書いたらいいんじゃないですか。はい、ありがとうございました。吉田さん、園さんは、今リアル現役女子高生ということですが、ひよりちゃんも、ひよりちゃん、あ、先生、現役高校生ということで、高校生だよね。はい、同い年で、同いですよね。はい、大人っぽくてね、ちょっとね、うん、現役高校生、あ、そうですね、みんな失礼しました。現役高校生ということですが、ですね、今のそのリアルな女子高生っていうのは、まあ、どういった告白をされたらもう嬉しいのか、鬼キュンするのかっていうのをちょっと伺えればなと思っていまして、ね、吉田さん、ちなみになんか憧れのシチュエーションとかって。憧れ、いやでも、まあ、今こういう時期であんま会えないじゃないですか、直接話すのが、うん、まあ、この本当にこの距離感じゃない、ね、できなくて、なかなか普段歩いてる時こういうのないんで、そうすると電話とかじゃないですか多分今。いや分かんないんですけど、でも顔は見たいんで、ビデオ通話とか、ズーム的なね、さらっとなんかちょっと普段の会話の中でちょんって言われたなるほど。もう勉強になりますね、兄貴に。勉強になりますね。なりますね。世代感が違うからね。目から鱗ですわ。意味違う。そのさんは、実際鬼級告白挑戦してみていかがでしたか？いや、久しぶりにワクワクしましたね。結構この青春な気分を、いや、味わいました。味わいます。はい、まさかこの3人にその札を上げてもらえるとは思わなかったので、これから自信を持って頑張っていきたいと思います。頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではまあこういった形で皆さんこう和気あいあいと撮影をされてたということですが、ですね、こっち最後に映画鬼ガールの見どころと、まあ今回10月公開の作品、こちらの作品を楽しみにしている方へのメッセージを、主演の井頭さんお願いします。はい、この個性豊かなあのメンバーと一緒に、一致団結して、1年前に作品を撮ったんですけれども、すごく思い入れのある、大切な作品となりました。今こういう時期でなかなかこう文化祭だったりとか体育祭だったりとかできないこともあの多いとは思うんですけれども、この作品を見てあのすごいみんな青春してるので、あの青春っていいなとか、あのなんでしょう、この仲間の大切さとか、なんかそういうあったかさみたいなのも感じていただけたらいいなって思います。鬼ガール、ぜひ皆さん見てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こういった青春鬼盛りな映画鬼ガールは、今の若い世代だったり、そしてあらゆる世代の方にも、パワーと勇気を与えてくれるような作品となっております。10月の公開まで皆様お楽しみにお待ちください。はい、では、私の方からの、進行は、終了させていただき、続いては質疑応答のお時間に入らせていただきます。マスコミの皆様で質問のある方は、お手数をおかけしますが、 Zoom のチャット機能を、使用して、どんな質問がある方は、お名前、媒体のお名前 と、どなたにどういった質問かももしございましたら含めて、チャット機能にてお知らせくださいませ。新しい初舞台挨拶、映画はそうかもね。そうだよね、いいですか。じゃあ両サイドが初舞台挨拶や、うん、すげえ。記念すべき日や、結構すごいよね。はい、ね、シネマトゥデイのみぶさんからご質問です。はい、男性キャストの皆さんは役についての質問がありましたが、女性キャストの皆さんにも、役についての、お伺いをさせ
違いなどあればお伺いできればと思います。はい、では、先ほど男性 の、 あの皆様の役についてお伺いしたんですけれども、女性の方々にもお伺いしたいなというところで、では、桜田さんから、はい、ご自身が演じられたモモカのライバル視、モモカをライバル視するティアラ役ということで、キャラクターについて伺いますと幸いです。そうですね、ティアラちゃんは自分の気持ちを言うのがすごい恥ずかしいっていうのと、こう隠したがるような子なので、なんかそこを桃花と一緒にいることによってどん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 こうティアラが変わっていく様子をね、一緒に影響を受けながら作っていけたんじゃないかなって思います。はい、ありがとうございます。吉田さんは太鼓のお話もありましたが、ね、いかがでしたでしょうか。親友役で、まあ、普通に入る時も親友でやろうと思って来たんですけど、まあ、初日からまあ一緒にやらせてもらって、まあ、私が関西弁があるってことで、まあ、台本で読んでた時とかに結構しっかり教えてくれて、やっぱそういうとこですごい信頼もできたし、すごい頼れるなって思って、なんかもう本当になんか本当に友達になってたらいいなって思いながら演じさせていただきました。なってるよ。なってるよ。よかった。安心。吉田さん、今のお言葉聞いていかがでしたでしょうか。いや、すごい嬉しいですね。なんかそんな風に思ってくれてたなんて、すごく撮影中も2人にはすごい支えていただいてたので、なんか本当に2人がいてくれたからこの作品乗り越えれたぐらいの勢いなので、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では、他に質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。はい、皆様に、質問のある方は、Zoom のチャット機能を使用しまして、どなた宛てにどういった質問をということもある方を含めて、Zoom のチャット機能を、使用して、お知らせくださいませ。マスコミの皆様、ご質問がある方は Zoom のチャット機能を使用して、ご質問くださいませ。なんか不思議な時間だね。なんか新しい。分かりました。じゃあ、まあ、質問が、質疑応答の時間 は、 ではこちらで終了とさせていただければなと思います。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ではですね、最後に、フォトセッションのお時間となります。はい、ではキャストの皆様に1枚ずつ、パネルをお渡ししますので、今回鬼ガールをこうソーシャルディスタンスでうまく持っていただいて、フォトセッションの方に移らせていただきます。 ありがとうございます。顔見えないじゃん。顔見えないじゃん。それでもいいじゃん。はい、はい、では、フォトセッションのお時間なので、最初はスチールの皆様に、今から30秒間ほど、スクリーンショットタイムとしますので、皆様、ちょっとずつポーズを変えたりしながら、基本スチールの皆様に向けて、フォトセッションタイムをお願いします。はい、では今から始まります。なんかちょっとポーズを、あ、そうです、ポーズ手をこうパネルとかをこう、あ、ちょっとこう前後に、あ、ごめんなさい、アクリルの方向に、あ、そうですね、それだけ、はい、これ2文字ずつ固まってますね。はい、あ、素敵です。はい、大丈夫ですかね。はい、
シールの皆様は大丈夫でしょうか。こちらで、パネルで続いてあのムービーの皆様向けに皆さんパネルを持ったまま、こちらのカメラに向かって手を振ってください。はい、お願いします。はい、こちらも20秒ほどいただきます。はい、皆さんお願いします。手をつけてる。はい、大丈夫ですかね。ムービーの皆様の、はい、撮影タイムでした。ありがとうございます。はい、ではですね、すいません、もう1パターンお願いしたく、皆様一旦パネルを置きまして、あ、そうです、ちょっとスタッフが回収します。ございます。はい、で、まあ、今回鬼ガールということなので、皆さんちょっと鬼ポーズの方を撮っていただければなと思います。はい、ちょっと鬼なので角全然皆さん一旦その角2本のポーズで、はい、じゃあこちらはスチールと皆様、ムービーの皆様ともに鬼ポーズのフォトセッションタイムとなります。はい、シュール。なんかあのさっき一緒にちょっと1本とかでもちょっとパターンを、はい、じゃあ見ましょう。あ、鬼ポーズ、あ、何ですか、皆さんの出てる、こうしてる、あ、すごい、あ、新しい鬼ポーズ、はい、ちょっと考えてきた、ね、ん、考えてきた、インスタにあげた、うん、あ、すごい、やめて、それとも聞くの、ごめんごめん、と気になっちゃうから、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、では、フォトセッションの時間を終了させていただきます。では、以上、映画鬼ガール公開1ヶ月前記念リモート会見を終了とさせていただきます。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。